WBC 開幕頑張れ侍ジャパンあ失礼しました D ラボラです。サッカーではなく野球ですが WBC1 次ラウンドの日程と対戦相手国の首都の覚え方を今回も私が解説しちゃうんです。今回もくだらないけどおえちゃうーまずは日程から1次ラウンド日本はプール B。 東京ドームでで4試合行われるんです初戦は3月9日19時から中国との対戦だ。2戦目は10日19時から韓国と。11日は12時からチェコと。12日は19時からオーストラリアと対戦し、上位2チームに入れば準々決勝に進めるぞ。この日本の対戦相手国4つの首都を紹介したいところだが。 韓国とオーストラリアはワールドカップの時に出した動画で解説してるから、今回は中国とチェコだけ紹介させていただきます。まずは中国。野球の世界ランキングである WBSC ランクは30位。ちなみに日本は1位。すごいぞ侍。中国の正式名称は中華人民共和国で、日本の西側にあって国旗はこれなんです。 2023年の最新の人口は14億1,196万人日本の10倍以上だ先日中国に帰ることで話題になったシャンシャンのようにパンダがいる国としても有名なんです首都は北京この覚え方は動物園に来た今日はペンギンに注目来た今日で北京そして注目と中国は 響きが似ているただのダジャレなんですむむ。次はチェコ !WBSC ランクは15位。でも油断するな、侍チェコの正式名称はチェコ共和国でヨーロッパの真ん中あたりに位置し国旗はこれなんです。2020年時点での人口は1071万人。新世界を作曲したドボルザークはチェコの出身なんです。首都はプラハ。 この覚え方はの前にチェコには綺麗なお城がたくさんあって観光するのに特にいいんです。というわけでチェコプラハ主に白いいえこれが覚え方って思ったそこのあなた突然ですが私、D ・ラボラお笑いが好きなんです。中でもチョコレートプラネットの YouTube チャンネルクー面白いチョコプラは面白いチェコプラハ主に白いい なんか似てるぞというわけでダジャレは不発でしたが待ちに待った WBC サムライたちがナイスプレーを連発してくれることでしょうみんなで応援しましょうがんばれサムライジャパーン